話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は道島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。好稚嫩的童声。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しい親さんだったが、その時は違った。俺は気になって親さんの後を追った。親さんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。そいつは東城会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。不杀伯仁，伯仁却因我而死。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라風間のおやさんは俺を助けようとしてその男を撃った。殺したようなもんだった。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。为何童声的感情路上总是如此的坎坷啊？
这队是彻底的没戏了。そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。老哥，他竟然拔出来了！急着找死也不是这样子啊。蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど、オミ連合の跡目はもうわしのもんや。うり。こいつ。小妖又被绑架了。取るで。为什么我说要？お前らしい作戦だな、戦後。キリュっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。有够卑鄙。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことより、これ、これはねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や、無理したら命取りになるで。
彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。大姐阻止他一下吧，童生现在身受重伤哎，在这样的情况下他要去救出小瑶，而且是单枪匹马。阿元晚上好，你怎么看起来没事啊？满血复活了吗？嗯？喂，哦，能跑能跳能打架啦，只是睡个一觉就马上满血复活，有个屌哎，不愧是童生，太厉害了太厉害了，超人般的身体。喂，把腰给我交出来，不要逼我发飙。我发飙起来连我自己都害怕。假满清十大酷刑。可恶，他竟然什么都不知道。黑川就是之前遇到那个嘛，情报屋。看样子又是一个不专业的情报屋，竟然想宰客人。你地点也挑得真好啊，等等看我怎么把你秒杀。奶奶先从你下手下去。胖子血多又如何，照样秒啊你。最后一个，喂，江琪又是哪位啊？针灸院。我一直跑来跑去就饱啦。又是你，原来是你啊，我都忘了你的存在，还得不到教训吗？还跑给我追，跑得赢我吗？还想跟我打架，你打得赢我吗？明明吃过苦头了，马上就忘记了，真是不长记性。
え？大阪城。何？いや。小遥在大阪城，从前面对话就看得出来啊。这个童真为了小遥可是不惜杀人的。哇，什么情况？钢弹要开出来了吗？黄金城欸，天哪！我都不知道该从何吐槽起了，这么有钱当黑帮委屈了吧？あるか、どこだ？天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾、取りゃ！日本铠甲武士。扎你一针！哎呀，扎错了，我不是要扎你啊！下一个，你还没死啊？又一个被打跑的 BOSS。我先把血补一下。连这种机关都有啊。一箭一支，打起来特别有效率。哦，迷宫哎，竟然还有迷宫！
哇，变射击游戏啦！还有后坐力耶，后坐力。你那个家伙，我们留到最后打，用枪射死太可惜了。不过敌人 AI 好笨，还有吗？哎呀，旁边就一只啊！老哥，剩下你一个了，别躲，给我出来！哎呦，出真远呢，竟然还出真远！出来也只有被秒的份。不堪一击。直接硬生生被捅死了。那个铠甲武士不可以抓。这次他是彻底的躺，没有再爬起来。さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあまあで。ハルカ、ハルカを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。两只老虎。哎呀，看着两只老虎，好想唱歌啊。腹すかしとっての。悪いけど、餌になったりや。骨まで噛み砕いとる。真打虎。童生呢有一个绝技，那个招式名称就叫做打虎。开场直接就先秒掉一只，我的火焰魔剑果然不是盖的。
うわ、我ら化け物かい。はるか、返せ。龍二、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。これらまたんかい。何のまねや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。大快人心啊。这边对龙斯的印象分数加分很多耶。これで邪魔者は消えた。いよいよ明後日、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ、ほな。怖かったろ。ごめんな、またこんな思いをさせてしまって。どうしたの。大したことはない。しっかりしておじさん。傷口が。我都打完老虎了你才出现。傷口大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに。ママからメモのこと聞いたの。そうか、無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。鬼娃，他为什么会出现在这里？